皆さんこんにちは。17日ドルフィンズアリーナで行われた大相撲名古屋場所4日目に朝の山が押し倒しで一山本に敗れた際に左膝を痛め病院へ搬送されました。ですが日本相撲協会のホームページによると朝の山の体格は 189.0cm 169.0kg、 通常の救急車では体重が重すぎて運べず遅れて到着したハイパーレスキュー隊の特殊災害対応車に乗せられて向かいました。朝の山は4月25日の春巡業で右膝内側側副靭帯を損傷し5月の夏場所を全休、直近の6場所中4場所で休場していました。また朝の山は土俵際へ押し込まれた際に左膝から崩れるように倒れ一度は自分で立とうとしたそうですが土俵上で再びしゃがみ込んでしまい周囲に支えられながら土俵を降りると車椅子に乗せられて花道を引き上げました。その時本人は硬い表情で高砂親方、元関脇朝関龍らが駆けつけ部屋付きの若松親方、元幕内朝の若は前回4月巡業での右膝負傷時より厳しい状態じゃないかと本人は言っていた、音とかひどいような感じがすると、説明しました。そんな続けての大怪我で今後が心配されている朝の山、寄り添い解放してくれるようなお相手はいるのでしょうか。そんな朝の山は昔から磯山さやかさんの大ファンで花輪さんとの対談にて結婚できるならしたいというコメントをされるほどです。また朝の山は近畿大学時代に佐穂という名前の彼女、さらに佐々木希さん、堀北真希さんにのキャバクラ嬢がお気に入りだったのではという噂もあります。では朝の山の結婚相手や元カノなどについてまとめていきます。結論、朝の山は現在は結婚されていません。さらに2023年1月4日の NHK スポーツの記事では結婚よりも早く番付を上に戻したい、結婚よりも今は相撲で結婚する時期でない、いつかはしますとコメントされています。ただいつかはしますと言っていることからも結婚願望はあるそうで30歳までに結婚したいそうです。またタイプのお相手については結婚するなら心が広く家事ができる人がいいと明かしていました。具体的には昔から磯山さやかさんがタイプである話をされています。朝の山は過去に優勝時に昼の番組に呼ばれて磯山さやかさんとお会いされています。そのことも対談では話されており、その時花輪さんから結婚したらどうですかと聞かれると朝の山はしてもいいんだったらと答え、冗談なのか本気なのかわからないやり取りをされていました。さらに結婚するなら年上の支えてくれる人がいいかもとも明かしていました。また2014年5月4日報道記事にて磯山さやかさんがバラエティで共演した大相撲の力士とアプローチをかけプライベートで親しくしてたのではという噂が書かれています。芸能プロダクションマネジャーは実は磯山さんがバラエティ番組で共演したことがきっかけで大相撲の某力士にアプローチをかけているようなんです。実際プライベートでも親しくしているという噂を聞きました。その力士はまだまだですが将来の有望株、結婚なんてことになればいずれはおかみさんですかねと話していました。ただ朝の山はその時まだ磯山さやかさんに会ったことがない話をされています。このことから時系列的に全く一致しないので磯山さやかさんがアプローチをかけたのは朝の山ではありませんでした。そんな朝の山が磯山さやかさんを好きになったきっかけは志村けんのバカ殿様を見た時可愛いと思うようになったと明かしていました。そんな磯山さやかさんですが現在も独身で結婚歴がありません。さらに2023年6月16日の日刊スポーツで結婚観を話していて結婚に対する小当たりがなくなってきて恋人とは結婚するかしないかで壊れる関係性ではない方がといいとコメントされていました。もしかしたら今後朝の山と磯山さやかさんが結婚というニュースが出てくるかもしれませんね。また朝の山は結婚相手が元ウェザーニュースキャスターの内田有紀さんではないかという噂が出たことがありました。この噂の発端となったのは内田有紀さんの富山に行った理由は朝の山関の新年激励会、相撲好きの父に誘われたので一緒に行ってきました。富山のそして北陸の誇りだと皆さんおっしゃっていましたというインスタ投稿でした。ただこの投稿は朝の山の新年激励会に
内田有紀さんの父親が相撲好きなので参加を誘われ一緒に参加したためで、このことから浅野山と内田有紀さんは結婚していなくて交際もしていない可能性が高いです。そんな浅野山の歴代彼女は近畿大学在学中に佐穂さんという彼女がいたと言われています。現在は見ることができない浅野山の2015年2月24日の X の投稿にて、指輪あってよかった、俺が汗と涙出して買った大事な、今後なくしたらもう何も買わん、最近喧嘩してないし充実して幸せです、佐穂大好きと佐穂さんに向けメッセージを書かれていました。ただ佐穂さんとは現在は交際していないと思われます。また2021年の週刊文春の記事にて、浅野山さんキャバクラにお気に入りの女性がいて通われてたことが書かれていました。その浅野山のお気に入りのキャバ嬢は佐々木希さんに、堀北真希さんに説が出ています。真相は不明ですが、現在浅野山はキャバクラ通いをされていないので、キャバ嬢との関係は終わってると思われます。今回通常の救急車では体重オーバーのため運べず、ハイパーレスキュー隊の特殊災害対応車での対応が必須となるほどの相撲界では特に恵まれた体格を持っている浅野山。そんな浅野山の実家の家族はどんな人なのでしょう。浅野山の父親の名前は石橋康さんで、母親の名前は石橋よしみさんです。浅野山の実家は富山市にありますが、母のよしみさんは富山県西部の氷見市出身で祖母が住んでいます。そのため浅野山は幼い頃、母の実家に帰って氷見のブリを食べていたそうです。2024年元日の能登半島地震では祖母の家が被災し、停電したりガスが止まったりしました。浅野山は地震に心を痛め、100万円の義援金を氷見市に贈呈しています。父の康さんは2021年8月16日急性心原性肺水腫により64歳で急逝しました。浅野山関が新十両昇進の時につけた浅野山秀樹という四股名は浦山秀樹から名付けたもので、現在は本名の浅野山弘樹となっていますが、亡くなった父のために父がつけてくれた本名の弘樹に改めたといいます。最初に浅野山秀樹という四股名にした時は、父に下の名前も変えたのかと言われたそうで、父としては本名の弘樹にしてほしかったのでしょう。また浅野山の両親はおおらかに、やりたいことはやらせるという放任主義で子育てをしたそうで、特に父親は人様に迷惑をかけるなというぐらいで、本当に放任に近き格、勉強をしなさいというのも言っていなかったといいます。母は浅野山が相撲部の時、車で送り迎えしたり弁当を作ったり、週末には試合の応援に行くなど浅野山をいろいろ支えていました。そんな母について浅野山は2024年3月のインタビューで、相撲を始めてからずっと応援に来てくれて、高校生の時には毎朝早起きして弁当を作ってくれました、すごく感謝していますと語っていました。また浅野山の富山市の実家には祖父母がいて、毎場所孫の取り組みを楽しみにしていました。しかし2021年6月27日に祖父が亡くなり、2021年6月といえば新型コロナで外出禁止になっている時にキャバクラに出入りして、それについて虚偽の報告をしたため、浅野山が6場所の出場停止処分を受けた時です。処分直後の祖父の他界だったため、浅野山は葬儀への参列ができず、祖父が亡くなったのは心労などの苦労をかけたせいだと浅野山は自分を責めたそうです。そして続けて父が亡くなった時には、浅野山は再び引退を考えましたが、師匠の高砂親方、浅瀬気流が今は辛抱して頑張ろうと繰り返し説き伏せ、母にも絶対にやめないでと言われて相撲を続けることを決意したといいます。また浅野山には兄一人と弟一人おり、浅野山は三人兄弟の真ん中になります。浅野山が言うには、兄弟三人で歩いていたら俺は拾われた子だなってなるほど全然似ていないようで、父も顔は似ているけど私の息子だと気づかない知り合いもいたりして、突然変異かもしれませんと話していたそうです。いかがでしたでしょうか。今回は浅野山の緊急搬送や怪我、結婚相手、家族などについて紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。